こんにちは、ケイドラです。今日は2021年コラボ音楽最強キャラを紹介していこうと思います。対象キャラとしては今年登場した入手方法その他のコラボキャラですね。2020年までのキャラは対象外なんで、メルエムだったりアスナンドキリト、バサゴとかは入ってきません。今年に関しては過去一コラボが多かった気がするんで、本当は10選で紹介したかったんですけども、今回は16選で紹介していきます。ちょっと多いんですけども、そこはご了承ください。この動画はランキングではないので、図鑑ナンバーが新しい順にキャラを紹介していきます。まず1体目、シャーマンキングからハオですね。一番直近のコラボかつ、おそらく今年最後のコラボだったと思うんですけども、非常に強力な降臨キャラとして登場しました。ギミック対応に関してはワープ原則なんですけども、現状の降臨キャラの中では多分圧倒的に強いんじゃないかなっていうふうに思います。アジン族なんで他のキャラとも相性がいい、ステータスも高い、カウンターキラーの殴りも強力なんで、全体的なスペックが高いですね。さらにこのキャラは超アンチ幻想壁を持ってるんで、最近出現頻度が高い幻想壁に触れると加速して動くことができます。 SS は自強化プラス全体追撃なんですけども、確率で攻撃ダウンと防御ダウンが入ります。自強化倍率は 1.35 倍で、ダウンの効果は攻撃ダウンが 0.75 倍、防御ダウンが入ると余ダメージ 1.5 倍増えます。これは3段継続なんで、後続の火力サポートもできますね。しかも SS 短短縮持ってるんで、割とすぐに打つこともできるし、まあ全体的なバランスを見ても本当にガチャゲンクラスかなっていうふうに思うんで、この枠の中では本当に強いと思います。ガチャゲンだったらハンゾー、エスカノール、エレンとかいるんですけども、そこに張り合える能力はあるかなっていうふうに思いました。友情コンボランページブレスで結構火力も入るし、カウンターキラーも乗ってくるんで、普段使いはそんなにするタイプではないんですけども、まあ普通に火力を出すことができるんで、扱いやすいキャラとして評価ができます。2体目は同じくシャーマンキングコラボから朝倉幹久ですね。このキャラもアジン族で全体的なステータスが高いかなと思います。さらに超アンチワープで殴り性能も高くなってます。他には全属性耐性と超レーザーストップを持ってるんで、守備面でもかなり優れてますね。被ダメージを軽減しながら HP 回復もできます。 SS は自強化 1.3 倍プラス分身なんですけども、分身に関しては磁気配みたいな感じで、自身が動いてる間は分身もずっと動いてくれます。まあ、友情コンボがクロス分身弾なんでちょっと扱いにくいんですけども、まあ、このキャラは主に簡単なクエストではなく、特に高難易度で活躍するタイプですね。3体目はリゼロコラボからロズワール。こちらも同じくアジン族ですね。戦型は砲撃型なんですけども、ステータスは全体的に高いかなっていうふうに思います。しかもトリプルアンチなんですよね。ダメオ飛行ブロック対応してるんで、近畿13とかでも使えるし、超爆とかでも使えるクエストは結構あります。さらにカウンターキラーも持ってるんで、普通に殴り性能が高いんですよね。全体的に高性能です。友情コンボは砲撃型のグリッターボールなんで、これがまたね、理想火力を出すことができればめちゃくちゃ強力です。そもそも砲撃型のグリッターボール持ってるキャラってめちゃくちゃ少ないんですけども、コラボの降臨キャラにつくとは思ってなかったんで、非常にびっくりしました。SS は実況化 1.4 倍プラスボス必中の波動砲を放つんですけども、カウンターキラー乗ってるとその分威力もアップするんで、普通に実況化 SS としても強力かなっていうふうに思います。4体目、同じくリゼロコラボからスバルですね。このキャラはモンスト史上初の5属性にスライド進化できるんですけども、性能は全て一緒ですね。重力ダメを底力 M の貫通タイプとなっております。どのソシャゲもね、属性っていうものはすごく大事だと思うんですけども、すべての属性に変化できるのはすごい強みですよね。さらに HP が半分以下になると、底力 M 発動するんで、殴り火力が2倍になります。もちろん条件付きなんですけども、もちろん条件は簡単ではないんですけども、しっかり火力を出すこともできるんで、その点も評価できるかなと思います。SS はマルタとかと同じですね。自強化プラス味方が触れると加速状態になる。これが12ターンで打つことができます。ただ低ターンで打てる分、自強化が 1.1 倍で、継続ターンも2ターンと短めなんですけども、割と頻繁に打つことができるんで、難しいコンテンツとかでもしっかり活躍することができます。友情コンボはそこまで火力期待できるものではないんですけども、主に中難易度以上で使っていくタイプのキャラなんで、ラックスキルガイドも含めて、今後の活躍にも期待したいかなと思います。5体目はブリーチコラボからアイゼン・ソウスケですね。このキャラも本当にステータスが高いんですけども、超レーザーストップ持ってるんで回復することもできます。さらに運極だと超 AGB の効果が発動するんで、殴れる回数も増えるし、カウンターキラー持ってるんで、発動時は直殴りで大ダメージが見込めます。友情コンボは全敵貫通ロックオン衝撃波ですね。しっかり属性友情コンボなんで、特に光属性の雑魚処理に貢献してくれます。SS は自強化 1.3 倍プラス割合追撃あるんですけども、敵の HP を 26% 削ってくれ
れるんで、ボスに打つことができれば大きく HP を削ることができます。アビリティ強い、友情強い、 SS 強いんで、このキャラも全体的にスペックは高いかなっていうふうに思いました。6体目は同じくブリーチコラボから10銀ですね。トリプルアンチに弱点キラー持ってるんで非常に高スペックです。友情コンボの超強拡大貫通録音衝撃波にもしっかり弱点キラーが乗ってきます。組み合わせ的には麻酔ブロックだったり麻酔魔法陣、他にはブロック魔法陣ができるんですけども、その中でも全体的に強い枠に入るんで、ギミックが当てはまった時はしっかり活躍してくれると思います。 SS は自強化 1.2 倍プラス追撃で毒状態にするんですけども、この毒は50万かける3ターン継続ですね。ただ対象は一番遠くの敵を狙うんでちょっと当てづらいかもしれないんですけども、その分多くの敵を巻き込める可能性があるんで、使い方次第では役に立つ場面もあると思います。7体目同じくブリーチコラボからスタークですね。このキャラは種族の恩恵は受けないんですけども、近畿27の適正枠として活躍してます。さらに降臨では非常に希少な超強長弾ですね。これを持ってるんで結構評価が高いです。まだまだねアンフィアとかしか持ってないような感じなんですけども、必中友情コンボかつヒット数的に必ず2倍のダメージは入るんで、低難易度周回とかでも使えるし、進化前も超強長弾持ってるんで、進化前も作った方はね結構いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。 SS は自強化 1.2 倍プラス最初に触れた敵に追撃し続けるものですね。まあそこまで威力に期待はできないんですけども、連撃キラーも持ってるんで、まあ全体的なスペックは高いんじゃないかなっていうふうに思っております。8体目はドクターストーンコラボから指示をつかさですね。このキャラはアジン族かつ高ステータス、しかも超レーザーストップを持ってるんで回復することもできます。ギミック対応は麻酔重力なんですけども、反射枠ではアジン族いなかったので、ギミックが当てはまるんだったらこのキャラの採用頻度は高いかなっていうふうに思います。しかも重力バリアキラーを持ってるんで、高いステータスも含めて殴り火力が非常に強力ですね。さらに降臨ではめちゃめちゃ数が少ない全敵ロックオンレーザー EL を持ってます。これが本当にめちゃくちゃ強いんで、降臨キャラとは思えないぐらい友情火力を出してくれます。 SS は自強化プラスランダなんですけども、追撃中は敵が撤退しないものです。なので若干ゲージ飛ばしもできるんですけども、そこまでめちゃくちゃ倍率は高くないんで若干飛ばせるぐらいですね。さらにこの進化形態の場合は HP1 万も回復できるんで、このキャラも本当に全体的なスペックは高いかなっていうふうに思います。9体目は同じくドクターストーンコラボから石神旋空ですね。アジン族の重力ワープ貫通ですごい汎用性も高いし、友情コンボの火力もめちゃくちゃ高いです。砲撃型の超強拡大爆破弾ですね。これがまあ本当に威力高くて、遠くの敵に当たると大ダメージを狙えるし、誘発効果もあるんでそこもね評価できるかなっていうふうに思います。ユークリも持ってるんで発動時は3倍の火力を叩き出すことができます。 SS は自強化 1.2 倍プラス追撃吹っ飛ばしなんですけども、横ラインの巻き込みをしてくれるんで多くの敵を巻き込むことができます。吹っ飛ばしの威力は約100万固定でしたね。主に低難易度周回向けのキャラなんですけども、キャラ持ち少ない方とかは結構お世話になったんじゃないかなっていうふうに思います。10体目は大の大冒険からバランですね。トリプルアンチ持ってる上に超 HB としても動けるんで、その点が結構優秀かなっていうふうに思います。さらに大と同じく隠しアビリティ持ってるんですけども、発動時は友情コンボと攻撃力が 1.2 倍、被ダメージを 25% 軽減してくれます。まあこれがまたまた優秀ですよね。 SS は自強化 1.5 倍プラス波動砲を放つんですけども、確率で攻撃力防御力ダウンが入ります。こっちの進化形態も普通に強いんで、バランに関しては両方とも評価できるかなっていうふうに思っております。アビリティセットを見ていっても強い枠に入ってるんで、今後もハマったら採用頻度は高いんじゃないかなっていうふうに思います。11体目は呪術廻戦コラボからパンダですね。このキャラもお世話になった方結構多いんじゃないかなっていうふうに思います。貫通タイプで弱点キラー持ってるんで、普通に殴り性能も高いし、超強拡大爆破弾にもキラーが乗ってくるんで、効果力を出すこともできます。SS は実況化 1.4 倍プラス敵の防御力アップを消してくれます。一定期間ゴリラモードになるんですけども、継続ターンは5ターンですね。2回行動分は攻撃力 1.4 倍になるんで、弱点キラーも合わさってくると本当に強力なアタッカーとして活躍してくれます。まあ、友情強くて扱いやすくてね、殴りも強いんで、低難易度から高難易度までしっかり活躍することができます。12体目は呪術廻戦コラボから東堂葵ですね。降臨ではまだまだ数が少ない超マインスイーパーを持っております。その上にパワー型なんで普通に殴り火力も高いし、機動力にも優れています。地味に全属性耐性もあるんで、その点も優秀ですよね。SS は実況化 1.6 倍プラス、一番遠くにいる味方と位置を入れ替えて動きます。普通に実況化 1.6 倍と高いんですけども、その上に超マインスイーパーだったり底力が乗ってくるんで、直殴り火力が非常に強力になりますね。もちろん簡単なクエストでは全然使わないタイプなんですけども、難しいコンテンツで当てはまってくると、替えが効かない火力を出してくれるんで、今後さらなる活躍
躍に期待したいかなというふうに思います。13代目は仮面ライダーからオーズですね。このキャラに関してはなんやかんや結構出番多いなという印象ですね。トリプルアンチでやっぱりこの減速壁対応してるっていう点が大きいかなというふうに思います。ワープ減速としても使えるし、ワープ飛行枠としても使える、飛行減速としても使えるんで、割と本当にね活用頻度は高いかなというふうに思います。さらにカウンターキャラ持ってるんで、降臨キャラなんですけどもしっかり火力枠になってくれます。 SS は自強が 1.3 倍プラス爆発なんですけども、爆発には誘発効果あるんで味方に触れなくても発動することがあります。まあ、やっぱり現状も使えるクエストが多くあるんで、予想以上にこのキャラを活躍してる印象がありますね。14体目はルーミックワールドから早乙女ランマです。まあ、この減速ブロックっていうものはめちゃくちゃ希少な枠なんですけども、まあ、逆に希少すぎてなかなかハマることはないかなとは思ってます。現状非属性の貫通枠だと1体だけですね。このキャラはね結構友情コンボが優秀で、反射衝撃波12と大爆発を持ってます。しっかり反射衝撃波で火力を出しつつ味方の友情コンボを誘発できるんで、その点はね結構評価できるかなっていうふうに思います。 SS は自強化 1.3 倍プラスボス必中の追撃ですね。これが思った以上に強力で、追撃は直殴り扱いです。しかも 2.4 倍 ×13 ヒットなんで、うまく弱点に当てることができればゲージ飛ばしとかも狙えます。まあ、特に難しいコンテンツとかでね直殴り倍率アップしてるクエストでは活躍する可能性があるんですけども、アビリティの汎用性が高くないんで、今後このギミック出てくること少ないと思うんですけども、単体とかで使える場面があったら使ってみると面白いかもしれません。15体目はワールドトリガーから立川圭ですね。このキャラもお世話になった方結構多いんじゃないかなっていうふうに思います。トリプルアンチ持っていて減速壁対応してるんで、特に今年のクエストで出番が多かったかなっていうふうに思います。しかも貫通タイプで弱点キャラ持ってるんで、しっかりアタッカーとしても活躍できましたし、ダメオ減速だったりダメオ魔法陣、魔法陣減速としても希少な枠なんで、使う頻度は結構多かったんじゃないかなというふうに思います。 SS は自強化 1.1 倍プラス近くの敵2体に20倍の追撃を放ってくれます。これに弱点キャラ乗ってきたりとかあるんで、効果力を出すことができました。全体的に癖がなくて汎用性が高いキャラなんで、非常に扱いやすいキャラとして評価しております。最後16体目ですね。同じくワールドトリガーからビザです。なぜかワードリコラボの降臨キャラはトリプルアンチ持ちがすごい多かったんですけども、このキャラもトリプルアンチかつ超アンチワープ持ってるんで非常に高スペックです。攻撃力も3万超えてますね。地味にリジェネも持っています。ワープ減速数少ない、ワープブロックも数少ない、ブロック減速も数少ないんで、全体的な希少性も高いかなっていうふうに思います。 SS は 1.22 倍プラス範囲攻撃をするんですけども、この範囲が思った以上に広かったんで多くの敵を巻き込むことができます。まあ、全体的なスペックが高いキャラなんですけども、まだあまり接待が来てない印象ですね。せっかく減速壁持ってるんで、来年以降は今年よりも活躍が見込めるんじゃないかなっていうふうに思っております。そんな感じで見ていったんですけども、ちょっとやっぱり量が多かったですね。今年は過去一なんじゃないかなっていうぐらいコラボが多かったんで、その分超究極のクエストも多かったし、強い降臨キャラが結構増えました。どう考えても工場の降臨キャラよりも強い性能が多いんで、特に無課金の方だったり手持ちが少ない方はコラボ降臨キャラしっかり運極にしてほしいし、後々接待されて活躍することも結構あるんで、運極にしなくても未所持は避けましょう。必ず1体以上確保してほしいなっていうふうに思ってます。まあ、こんだけねキャラ紹介していったんですけども、個人的に気に入ってるのはハオと立川さんですね。やっぱりハオは全体的なスペックが高くて、降臨ではめちゃめちゃ数が少ない超アンチ減速壁をもらった点を評価しています。ステータスもほんとガチャゲンクラスなんで、今後接待されてもっと活躍してほしいなっていうふうに思います。立川さんは2月に登場したんですけども、それ以来結構使う頻度も多かったんでお世話になったし、まだまだ活躍する余地はあると思うんで、来年以降も戦力として活躍してほしいなっていうふうに思っております。よかったら皆さんのお気に入りキャラだったり、お世話になったキャラをコメント欄にて教えてください。そんな感じですね。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録の方もお願いします。それではバイバイ。